彼女には戦略があります。そうなんです。かっこいい。こんにちは、茨と申します。初めての方はじめまして。恋と新宮、今回こちらのメインストーリーをやっていきたいと思います。いつの間にかメインストーリーが追加になっててびっくりしました。友達曰くレイ先生がメインのストーリーでちょっと悲しいらしいんで、ちょっと心してやっていきたいと思います。崩れたバランス。2ヶ月後、暗いホールの中で人影が揺れ動いている。四方にあるバーチャルスクリーンに様々なコアの画像が映し出されては、すぐにソールドアウトの印がついていく。数枚のチップをポケットにしまうと、隅に座っている男はスマホを取り出し、手慣れた様子でパスコードを入力した。スマホに映し出された裏サイトの画面が光り、さらに秘密のウィンドウがいくつか表示される。秘密のウィンドウ、うえぇ、極秘エーテル化の出現は事実なのか、接続中です。退出しないでください。昨夜19号筋力で起きたことを知ってるやついる？磁場の核が半分くらい、なんかいろいろ言ってきてんな、いろいろ。デマは真実広めるな。なるほど。ああ、はいはいはい、もっと探って報告してと。なるほど。すぐに画面に写真が表示される。数人のボディーガードに囲まれた一人の男がホテルに入っていく。彼はこの界隈で最も有名なコアの密輸業者だ。シルバーシェードホテルへようこそ。2ヶ月も休みなしで働いてるのよ。このコアの密輸業者を捕まえたらゆっくり休むんだから。のぞみちゃん、えぐいぐらい美人やな。隠されていた盗聴器とカメラが床に落ちる。のぞみ先輩は手についたホコリを払うと、ついでに隅に発信機を置いた。わあ、しごでき。エーテル特別指令任務が密かに始まってから、一緒に任務に当たるのは初めてだよね。うん、のぞみ先輩美人やし優しそうやな。あなたも参加することになったって聞いてから一緒に仕事したいなって思ってたの。でも任務が次から次にやってきてチャンスがなかったんだよね。そっか、のぞみ先輩、あのさ、死なないでね。なんか死亡フラグを感じるんだけど。のぞみ先輩はもともと霊空科学技術武装隊に所属していて、イボルはミクロ改造だ。ミクロ改造って何？以前彼女に私のハンター拳銃の射撃速度を2倍にしてもらったことがあり、そこから私たちは急速に親しくなったのだ。なるほど、改造とかが得意なんだ。ですよね。最近の臨空誌はかなり混乱してて、いつになったら落ち着くか分かりません。混乱してるって言っても N109 区ほどじゃないでしょ。2ヶ月前にあなたは一人であそこに押し入った上に、暗転のコアオークションをめちゃくちゃにして無事に帰ってきたって聞いたよ。しかも彼女が声を潜め、からかいまじに興味深そうに聞いてくる。あそこから本当のエーテルコアを持ち出したの？え、のぞみ先輩、それは探りを入れてるのかい？どこで聞いたんです？それは私も初めて聞きました。その話どこで聞いたんです？うまい。誰から聞いたとかじゃないよ。あなたが教会にいない数日の間に、ちょうど N109 区で事件が起きたじゃない。そしたら突然教会がこの特別指令任務を秘密裏に展開して、私たちを派遣して臨空誌の最近の異変について調査させて。のぞみ先輩はその先を言わなかったが、大体想像がつく。この特別指令任務に参加しているのは教会のエリート中のエリートだ。おかしい点に気づいた人がいてもおかしくはない。安心して。真偽はともかく、これは最高レベルの機密事項。むやみに言いふらす人なんていないよ。なるほどね。信頼できる人にだけ情報が開示されてるというか、噂が回ってんのかな。でも私もエーテルコアがどんなものか見てみたいな。一体どれほどの強いエネルギーを持ってるんだろう。のぞみ先輩、好奇心が強いならやっぱ研究職っぽいもんね。N109 区の事件の後、エーテルコアが現れたっていう噂が流れたら、すぐに裏サイトのいろんな勢力が動き出して、教会はこの件を無視するだろうって思ってたんだけど、その日の夜に南リーダーから連絡があって、特別指令任務のチームに入れられたの。その日の夜に。私たちのグループの中ではこのデマは事実だって証明されたことになってるよ。なるほどな。でも私はずっとエーテルコアはあるって信じてた。
一つだけじゃないとは思わなかったけど。ああ、死にとたった。もし今回の密輸業者が本物のエーテルコアを持ってるなら、絶対それを押収して電磁砲に取り付けるよ。そうか、上の人に報告とかじゃなくて使おうとしよった。エレベーター上昇を続けている。まるで真空トンネルの下の屋上に通じているようだ。一瞬 N109 区にいたあの夜に戻ったような感覚になる。あの夜なら思い出させてやる。はっ。お前の過去と未来、そしてこれから犯す罪。え、何せ俺たちは正真正銘の同類だ。それずっと言ってるな。記憶が断片すぎて、この言葉の意味はまだはっきりとわからない。このエーテルコアの力が私に思い出させたのかな。思わず胸元を触ると、もう一つの心臓が鼓動するかのように温かな力が湧き上がってくる。二人とも、ホテルの安全システムのハッキングが完了した。君たちの生体情報はホワイトリストに入れてあるから、自由に出入り可能だ。ゼル先輩、めちゃくちゃ四五的でイケメンじゃん。イヤホンからデータ分析隊のゼルリーダーの声が聞こえてきた。エーテル特別指令任務の情報は全て彼自らが管理している。ターゲットは取引の場所を3909号レセプションルームに指定したようだ。約束の時間まであと5分。割と時間ないな。デジタルコンタクトレンズを通して目の前にキューブが積み重なり、ホテルの立体地図が組み上がる。便利。のぞみ先輩が得意げにウィンクしてくる美人。この装備は彼女が作ったものということだろう。有能。君たちがターゲットに接触すると同時に、私はコンタクトレンズを通してイボルを送る。それで相手の記憶を改ざんして。そんなイボル持ってのゼル先輩強。君たちが以前会ったことのある買い手であると思わせる。何でもできんじゃん。この効果は30分しか持たないから、すぐに決着をつけてくれ。いや、30分あればいろいろできるよ。わかりました。できるだけ迅速に品物を入手し、その中にエーテルコアがあるかどうかを確認します。大丈夫ですよ。バレたら武力行使です。私の新装備が信用できません？それとも彼女のイボルが信用できませんか？バレたら武力行使。意外とのぞみ先輩拳で語るタイプ。のぞみ先輩は私にピアス型の磁場妨害装置をつけ、ついでにスカートを整えてくれた。優しい。ガラスに私たちの姿が映っている。のぞみ先輩は凛々しい秘書の服、私はシンプルだが美しいドレスを着ている。まさかハンター協会に戻った後もお嬢様を演じなければならないとは思わなかった。よかった。N109 区で唯一体得したのは堂々とお嬢様のふりをすることだな。チンという音とともにエレベーターが39階に到着する。私はのぞみ先輩と目を見交わした。行きましょう。作戦開始です。はあ、本物が見れるって思ったのに。あんな大掛かりにやっておいて、ただの偽物だなんて。まあ偽物やったった。でもエーテルコアではないですけど、改造されたコアをいくつか回収できたので無駄してはなかったです。固く縛られたコアの密輸業者たちが連行されていく。私とのぞみ先輩はホテルを出てハンター協会に戻った。特別指令権限認証完了。任務遂行お疲れ様でした。ありがとうございます。修理が必要な武器や装備がありましたらデスクの上に置いておいてください。わざわざ持っていかなくていいんだ。ここだけの話ですが、今日はハンターレストランに豪華なディナーが用意されています。どうぞお召し上がりください。それただただ。ロボットは大きな声でここだけの話をすると、私の武器を持ってイライラと装備室へ向かっていった。私からもここだけの話を伝えるが、のぞみ、この半月の君の装備の破損率は 65% を超えている。あらあら、なんだわ、ゼル君とさ、のぞみちゃん正反対な感じで、ちょっといいなこの二人。さっき彼女が君を手伝ってイボルをコントロールしていなければ 70% を突破しただろう。いくつものバーチャルスクリーンの前でゼルリーダーは顔も上げずにせわしなく働いている。忙しいったい。頭上のスクリーンにはウィンドウがびっしりと表示されていた。
それは仕方のないことです。もし開発した武器が強すぎることがミスとなるならどうぞ罰してください。なんかいいな、天才肌の返し方って感じ。ゼルリーだ、特別試練任務が開始されて2ヶ月経ちますが、本当にエーテルコアは見つかるのでしょうか。道理で秘密任務なわけですね。見つからなかったら恥ずかしいですから。これを見て。あ、みなみ先輩。あ、相変わらず美人。丸められた戦闘服がデスクの上に投げられる。私たちが顔を上げるとみなみさんが演台に向かって歩いていた。みなみリーダー、これは。心臓が同じ周波数の振動にかすかに引っ張られた感じがする。戦闘服を広げると見覚えのある円盤状の物体が転がり出てきた。え？深海の頭よ。深海の頭？のぞみ先輩はすぐに嫌そうな顔をすると、ゼロリーダーのデスクにあったペンを取った。そして何か言いたげなゼロリーダーの視線をよそに、それをつついて遠くへ転がす。え？何それ？どうして頭だけなんですか？コアはないんです？南さんはコップの水を飲み干すと、デスクの上からパンを取って袋を開けた。頭しか残っていなかったの。深海って何？それがフィエ通りに現れた時にはすでに頭と体が離れた状態だった。コアはまだ体の中に残っていて、どこかを走っているかもしれないわ。あー、なるほど。ワンダラーになる前ってことなのかな。もう気づいているわよね。何？みんなの視線が私に集まり、私はうなずいた。2ヶ月前に私が7号筋力から持ち帰ったコアの次戦と似ていますが、少し違うところもあります。これもエーテルコアと関係があるのでしょうか。ええ、そうよ。この頭からは明らかなベータ次戦が検出されたの。ベータ次戦。ベータ次戦、新しい概念ですね。南リーダー、ご説明お願いできますか。短い休憩を終え、南さんが立ち上がる。演壇が点滅し、立体地図に切り替わる。みんな、まだ覚えているわよね。先月8日午前9時、臨空大橋のメイン橋脚がなぜか20分間消えてしまった。え？14日午前3時、同じ光栄が金原子の6つのエリアに現れた。その時間差はわずか4秒。29日午後4時半、観玉センターのアイスクリームショップで事故が発生。屋上にいた客が突然1階の冷凍室に閉じ込められてしまった。え？時空が歪んでんのか。この一連の事故を引き起こしたワンダラーたちのコアの次戦には空間を乱すことのできる珍しい特徴があったわ。やっぱそうか。この特殊な次戦を暫定的にベータ次戦と名付けることにしたの。なるほど。具体的な分析については一旦置いておくけど、とにかく N109 区の真空トンネルが揺れた時に生まれたエネルギーの次戦と比べると、これまでの発見から分かるのは。南さんが両手を演壇について下を見る。一つの新たなエーテルコアが私たちの暮らしに入ってきたということよ。なるほど。じゃあ今ヒロインちゃんが持ってるエーテルコアとは別の新しいエーテルコアなのか。それを研究者たちが研究して新しく作ったんかな。すでに分かっているワンダラーの動向によって、情報化とデータセンターはベータ次戦が将来的に検出される可能性があることを導き出し、そのベータ次戦に対応するエーテルコアが出現する可能性のある地点を割り出したわ。そこまでできるったい。地図上で臨空市を中心にいくつかの光の点が外側へ広がっていく。それらの予測位置はバラバラで、範囲も広大だ。数千キロ離れてる場所もある。みんな、もうすぐ日が暮れるわ。夜になったら臨空に身を潜めていた大物たちが動き始めるわよ。ああ、ワンダラーたちか。今日の南さんの話だと、私の心臓の中のものと真の目の中のもの以外に3番目のエーテルコアが現れたってことだよね。でも位置がかなりバラバラだな。もしかしたら当初の私の心臓の中のコアみたいに不完全なものなのか、それかもっと粉々になってるのかもしれない。また長い道のりになりそう。
エーテルコアの回収以外に私たちの目標でより重要なのは、エーテルコアの力に目をつけ裏で悪事を企てている勢力について調査することよ。彼らの存在は長期的な潜在リスクだから。そっか、そういうこともちゃんとチェックというか探さなきゃいけないんだ。みんな手分けして調査してちょうだい。余計なことをして事態を悪化させることがないようにね。え、頑張ります。すごい見つめてくんじゃん。あなたが N109 区にいた時のことはあまり詳しく知らないけれど、今回の特別指令任務は長期戦だから、何かあっても自分の身を危険にさらす必要はないわ。急がば回れよ。ああ、心配してくれとった、ありがとね。口の中の泡をすすぎ、歯ブラシを置いて洗面所の鏡に映る自分の顔を見る。午後に教会のファイル内に怪しい手がかりを見つけたし、N109 区を出た後の後始末もしないと。その出る時に何かシン君と言葉を交わしたんかな。今はできることから始めよう。まずは、あ、これはひょっとして霊君視点。足音が大理石の床に虚しく響く。霊が顔を上げると再び見慣れた女性の後ろ姿が見えた。女性？誰？お母さん？灰色がかったブルーの壁、青白い白熱灯の明かり。この静まり返った病院の廊下で彼女だけが明るく毅然としている。え、何？悪夢かこれ。レイ君の悪夢なんかな。彼は彼女を呼び止めようとしたが声が出ない。ただ足を早め追うしかない。しかし次の瞬間、周囲の壁から無数のおぞましい黒い結晶が猛烈な勢いで生えてきた。やめろ、やめてくれ。わあ。空間が突然傾き、鋭いトゲが彼女の喉元へまっすぐ迫っていく。慌てて振り返った彼女は彼をはっきりと見た瞬間、絶望に唇を震わせ途切れ途切れに叫んだ。レイ、レイ、え、これお母さんじゃなくてヒロインちゃんなんか。寝てる。レイ、レイ。アクスの休養リハビリセンターで睡眠カプセルの中のレイがパッと目を開ける。焦点の合っていない視線が徐々に定まってくる。わあ、睡眠カプセルってよく眠るやつなのかな。よく眠るために入るんかな。悪夢見てあんま寝れてないのかもしれないね。また悪夢を見たの？大丈夫か。彼がこめかみを揉みながら睡眠カプセルから体を起こす。その目には私の心配そうな顔が映っていた。心配するな。大きな箱の中に横たわって、しかも誰かさんにじっと見つめられている。こんな環境で私が本当に安眠できるというなら、それこそおかしいだろ。まあね。でも睡眠カプセルっていうぐらいだから、睡眠のためのカプセルじゃないの？それで寝れないってやっぱどこか体であったり精神の方が不調なのかな。私は心配してるんだよ。長江さんから帰ってきてからずっとよく眠れてなくて、しかも悪夢を言い訳にごまかし続けてるのは誰？なるほど、ずっと見てんだな、あの雪山から帰ってきて。2ヶ月前に長江さんから帰ってきてからというもの、レイはずっと調子が悪く、最近は一睡もできないことさえあるのだ。しかし彼は局地で起きたことについて何も語らない。私が知ってるのは彼の口から漏れる悪夢という言葉だけだ。何があったの？来週はまた出張なんでしょ。こんな状態で患者が治る前に医者のあなたが倒れちゃったらどうするの？長期休暇とか取れないかな。私が倒れても別の医者がいるから、どうにか。でもレイ君の代わりはいないんだよ。医者の代わりはいてもさ。私は人差し指を伸ばし警告するように彼の唇に当てた。別のお医者さんが何人いても、それは私以外の人を見るお医者さん。私の主治医は目の前にいるただ一人だけなんだから。わあ、いいこと言うじゃん。わかった。しっ
かり生きよう。心配だな。私の心配に遠慮なんて必要ないよ。その悪夢は私が N109 から持ち帰った結晶のかけらを渡した後から始まったんでしょ。そうなんだ。結晶のかけらを見てからそうなったんだ。レイは壁にかけられたハンガーからコートを取り、私と一緒に廊下へ出た。その二つには何の関係もない。ただの偶然だ。妙なことを考えるな。本当に？ただここ数日、確かにその結晶の分析に進展があった。ええ。コア介入症と関係があるの？現段階では、私が資料に基づいて立てた推論に過ぎない。確実な結果が出たら、またお前に教えてやる。わあ、ちゃんとした実証されないと教えてくれないんだ。なるほどな。エレベーターに乗り込み、私は下の階へのボタンを押した。閉まったドアに例の姿が映る。そのクマが一層濃くなってる気がする。わあ、眠れないって辛いよな。わかった、急がなくていいから、まずは不眠の解決を優先して。どうせ眠れないんだ。何かをした方が時間の無駄にならない。いやいやいや、部屋を真っ暗にして目を閉じるだけでもだいぶ違うから。医者の不養生どころか、そもそも養生したくないだなんて。牛乳を注文してあげたから、そのうちあなたの家に届くはずだよ。寝つきを良くする効果があるから、帰ったらちゃんと飲んでね。あと睡眠導入用の音楽も。あの子守歌のことか。お前、私を何歳だと思っているんだ。ヒロインちゃんが歌ったやつなのかな。まあ、ただの普通のハンターからの普通の気遣いだし、レイ先生が聞く身も持たないなら仕方ないけど。でも嬉しいよね、こうやって心配してくれる幼馴染がいるってさ。ただ一人のお前の主治医として聞く耳を持とう。わあ、よかった。エレベーター降りると、探査機の通信システムが突然鳴った。私はレイに合図し、少し離れた場所で電話に出る。南さん、時間はある？目標エリアでベータ磁線の活動痕跡が検出されたの。それも鮮明にね。え？簡単に説明した後、南さんは素早く通話を切った。険しい顔をして何かあったのか？任務の新たな手がかりが見つかったの。南さんのところに行かなきゃ。夕飯一緒に食べれないかもしれない。あ、一緒に食べる約束してたんだ。私は病院のエントランスへ急ごうとした。あ、え、進んじゃった。そう慌てるな。わあ、レイ先生、自分も一番きついはずなのに人を気遣って優しいな。送ってやる。え、いいの？優しい。みなみさん、レイ君とご飯行く予定だったんですけど。ダメっすか？私行かなきゃ。教会に着くと、線形体のオフィスは静まり返っていた。縁談の前で数枚の拡大写真を見つめているみなみさんしかいない。ちょうどいいところに来たわ。一緒に見ましょう。了解です。彼女が手を振り、写真を私の前に押し出す。よく見ると、どの写真にも規則的な暗い影がある。これらの限りもまた、ベータ磁線の痕跡が目立つ色でマークされていた。同じワンダラですね。ええ。今日の明け方を含め、ゼルがこれを5回追跡したんだけど、毎回ベータ磁線が検出されたのよ。5回も追跡できるゼル先輩すごいな。つまり、それのコアはエーテルコアと関係があるかもしれないってことですか？しかも、これがエーテルコアやそのかけらを有している可能性も否定できない。貴重じゃん。さまざまなデータや情報が連なった別の画面が目に入る。中央に映ってるのはぼやけたワンダラの画像だ。このワンダラは空間を乱すことで移動する。だからはっきりとした画像は今のところないわ。それでもはっきりしてない写真はあるんだね。でも情報課によると、最近これが現れたエリアでコア介入症の患者がショック状態や意識不明に陥る事件が起きたらしいの。やば。
私の視線が画面の左側で止まる。出現エリア、長暇市かな。来週超過市に行ってくる。超過市だった。コア介入症の重症患者数名がアゲソの助けを待っている。アゲソだった読み方いっぱいしくってるな。レイが言ってたコア介入症の重症患者はこのワンナラの影響を受けたのかも。現時点では我々はこの2つに関連があると疑っているわ。事件を解明するには患者たちから情報を入手する必要がある。なるほど。来週ちょうどアケソ病院が超過市に医療チームを派遣する予定で。南さん、医療チームの随行判断としてそのワンナラの調査を志願させてください。あ、レイ君と一緒に行けるじゃん。分かったわ。超過支部もすでに行動を始めている。今回あなたのすべきことはエーテルコアの所在の確認だけ。了解です。必要な時はいつでも連絡しなさい。先遣隊はできる限りの援助を提供する。ありがとう。でもなんかそれだけじゃ終わらない気がするな。わかりました、気をつけます。教会を出ると道端で待っているレイの後ろ姿が遠くに見えた。待っとってくれとったった。足を踏み出そうとしたその時、大きな白バラの花束が不意に視界に飛び込んでくる。え、やっと会えた。怖い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 。誰、あ、レイ君から花束もらったと思ってたら誰でもちょっとイケメン。どなたですか。おっと、忘れかけていた。俺たちは初対面だったね。怖い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 。でもこの間俺の名刺と時間通りに届いた花を受け取ってくれたんだろう。え、そうなん。え、記憶にないんですけど。その目には友好的な笑みが浮かんでいる。彼はもう片方の空いている手を私に差し伸べた。怖っ、ストーカーやん。はじめまして、杉徳医療のヤスだ。ヤス君、ヤス君な、イケメンなんだからもうちょっとアプローチの方法考えた方がいいよ。頭の中でその名前を検索する。すると最近突然机の上に現れた名刺と立て続けに届いた派手な荷物のことを思い出した。そうか、え、ハンター協会に送ってきたってこと。やば。あなただったんですか。先日君がコアの密輸業者を始末してくれたおかげで杉徳医療は貴重なコアを回収できた。そうそう、よかったじゃん。それで多くの患者が救われたのだから当然感謝の気持ちを伝えるべきだろう。よかったら今晩一緒に食事でもいかがかな。ハイアウト距離の縮め方が早いんよこの感謝を伝えるべきだろうで一旦終わって、とりあえず連絡先交換しないからだよ距離の縮め方が雑。申し訳ないが彼女には先約があります。そうなんです。かっこいい。片手で目の前の花束を押しのけたレイはそのまま私を引き寄せながら遮るように一歩前に立った。うわー、守ってくれてる。レイを見てヤスさんの顔色が明らかに暗くなる。お前もいたのかレイ、本当に奇遇だな。え、知り合い、友達。ちょうど俺たちも長いこと会っていなかったし、今晩は3人で食事でもどうだ。俺のおごりで。メンタル強いな。ヤス君メンタル強いね。視線をヤスさんの笑みからレイの冷ややかな目へと素早く移し、私はなんとなく理解した。あー、レイ君はあんまりお好きではないと、ヤス君のこと。すみませんヤスさん、教会のルールで仕事関係のお食事は禁じられてるんです。ご遠慮させていただきます。行こう。あ、ちょっと機嫌良くなった。私がキビスを返そう、あ、キビスを返そうとすると再び花束が立ち塞がった諦めない心は大事だよ。食事は構わないが花には何の罪もないだろう。え、怒らないんだ。俺の食事を断りやがってっていうタイプじゃないんだね。優しいな。ちょっと好きだよそういうの。私が断る前にレイが白バラの花束を取る。花の隙間に視線を走らせた後、彼は無表情のままその花束を相手に押し戻した。かっこいい。
車に入りませんので、お気持ちだけいただきます。絶対入ると思うけどね。ハンターさん。諦めないな。レイは私を連れてその場を離れたが、後ろのヤスさんはまだ諦めずに声をかけてくる。その気持ちをどっかに向けたらもっと成功するんじゃない？今日ここに来たのはただ一言言いたかっただけなんだ。何？市街は凛空と比べて安全じゃないから、遠出する際はくれぐれも気をつけて。え？何その含みある感じ。絶対危害加えてくるやつや。え？ヤスさん要注意やな。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。